はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうもすいませんでした。どうもすいませんでした。何がですか？何がじゃねえよ。おい、はい、お前らのせいで俺大炎上して、お前好感度下がっとるやねえか。下げるためのただでさえ髪の毛ねえのに好感度くれくれよ俺に。髪の毛なくては夏光直接当たっちゃうんだから俺。すぐカッカしちゃってごめんなさい。パリコさんに襲いかかっちゃってごめんなさい。むっちゃ叩かれとるやろ。まあ、ちょっと謝罪動画になってると思うんですけど、はい、まあ、誰が謝らなかったのよ今日本当に。まあ、社長じゃないですか。社長なんで。いや、掴みかかったっていう。でもあれ掴みかかってないよね。ちょっとこれやっとるけどグッと前行ってないし、はい、ちょおいって言ってないよね。はい、こういうコメントがまずありました。その炎上で、まあ、まずお店を借り取ると。はい、はい、まあ、借り取るのにそんなことで、それ動画見てもらえば分かるんですけど、俺らが撮影してる時に邪魔してくんだよ店員が。はい、はい、それで俺がまあちょっとイライラすると、まあそれに対して、まあ、そんなことで店借り取るのに怒ったらあかんみたいな。はい、だってあれはもうだってこいつが悪いでしょ、編集が。もうこいつが一番悪いっすね。俺打ち合わせもしょったわけでしょ。はい、しかも俺から行く前からもあんたらも打ち合わせして、はい、お客様もみんな、俺なんだったら俺友達だったろ別に。入って俺ずっとお客様も全部友達だったろ。はい、なんかもうこれまた視聴者がなんかまた言い上げ地味なこと言いやがってみたいな。だけどママも16からの友達だし、はいはい、でも仲いいし、でまあお客様もみんな知っとって、あれヤジも飛ばしてくれたよな。飛ばしてくれてましたね。あさーみたいな。やめろって言ったら。っていうぐらいの関係で、でも打ち合わせでこれお願いしますねって、もう画面撮っとるときは入ってもらえてもうねって言って、はい、向こうにスタッフもとるね、うちの。でそいつに渡してくださいねみたいな段取りだったろあれ。そうです、はい、でそれを無視して入ってきたわけだろ、まあ、企画だもんでって言って、はい、はい、そうですね。で俺もそれあの動画の中にあれも上がってねえけど全部カットされてるけど、俺も何回もいやいやあの子に渡してって俺言っとるよねって言っとったよね、はい、俺言ってました。でしょ、もう3回や4回じゃないよね。で企画したのこの3人でしょ。で龍二を騙すためなら泣いたんだろうね。そう、最後ですね。最後に泣いて、うん、まあ、社長もなんですけど、社長も剣ですけど、うん、まあ、仕掛け人の龍二君も、うん、まあ、逆ドッキリみたいな感じで仕掛けよっかみたいな感じで、なんか言っとったな、泣いてもらったんですよ。はい、いや、あれ泣くのはいかんわ。でもめっちゃ、でも俺泣いた瞬間絶対怒らなかったの。なんかスーってなってましたね。そうですね。俺もう授業に行ったら、お前泣いとんだこらって言われて、泣いてすると思ったんかいって言って、ぶっとスイッチ入ってくるよな、俺職員とかな。すいませんって謝ったら、何謝っとるんだよ、何に対して謝っとるか言ってみーって言って、6回会社で俺もう、それもう何を謝っとるんだ、お前言えんのか、言えんのは、じゃあお前怒っとるので謝っとるあげやけーって言ったことと、何が言ってるんだーって、何が泣けるんだ、こっちが泣くだろうけーって言ったことだけど、俺はそれはもう一般人だもんねと思って、さっと引いたやろ、あれ。はい。もうめちゃくちゃ炎上しない、泣かして。いまだに今日とかでもいっぱい入ってますもんね。そうそう、もうあれだって、あれから1週間前じゃん。1週間ぐらい俺見切るやつだもんね。マジですか。髪の毛3000本だと思う。数えたんですか。ついに今日決めたもん、エクステつけようかな。エクステ行ったのかーいって言って4000本ぐらいでもうシャンプーしちゃった。はぁーマーコ様ー4000本って昇天するんじゃないですか。昔々おじいちゃんとおばあちゃんがおたのさあれこれ違った。じゃあ本当謝ってよ、はい、俺は謝らないわ、俺悪ねえ。いや悪いっす。違うあれは編集意図とお前らの段取りが悪かったで。え、謝られてた誰に。視聴者。視聴者に。だってもうあれ以上俺もう心が耐えられあのコメント見て帰ってもう布団で寝る前さ、布団で寝とるんだよ、こうやって、はい、こうやって布団で寝とるんだよ、もう見てるんだわ。はい、こうやって見とるじゃん。はい、あーでよくなーってコメント落としたらチェックしてるじゃん。はい、うん、うん、んベッドの上でまた座り込んでみたら、んんでまたその動画戻っててさ、YouTube 見て、はい、ここのシーンか。なるほど。そうだ、もう座り込んじゃって、こうやってベッドの上で。もうこれ俺になっとるって、お前は最近。もう寝れへん。視聴者に謝る。視聴者でしょ。やっぱまあ俺にも謝ってほしいけど、まあ謝ってほしい。まあまあ、それは頑張った結果じゃん、みんなが。はい、スタッフがまあいいものを作ろうと思って、ね、謝った結果。まあでもぶっちゃけ俺一つというかもう途中で気づいてるよ。本当に視聴者の皆さん気づあれ気づかなかったことバカだって。気づかなかったバカだって。なんか途中で気づいてるよ。はい。乗ってくれた。あの乗ってくれた。そう。大体動画でも大体途中でドッキリでも大体わかるじゃん。もうわかるっすね。でもんで合わせんでもあるじゃん。はい。そう。
だって殴ったら分かるでしょ、もう 100% でしょ、家の中できることは障害事件だよ、これ本来もうドッキリじゃなかった、動画カメラ回ってなかったら逆にあんなこと死んでしょ、確かにそう、殴られたら警察呼ぶでしょ、はい、確かにこれもんでしょ、これもこれもんでしょ、あんな手出しだよね、今お酒飲んどってからまだこともあるし、謝るのなんかちゃいますよね、ってことはもう私は悪くないと、こんな企画作って悪くないと、いや、まあ、燃えろ燃えろ燃えるドラゴンズ、燃えろドラゴンズ、いや、まあ、社長に謝るのは悪くないんだね、社長に謝るのは分かりますよ、あ、そういうことか、視聴者は視聴者のあいつの編集が悪かったってことでしょ、結果、まあ、まあ私、まあそうですね、あいつが謝らなかったことだよ、俺らに対して、すいませんでした。まあ確かに。早いって、まあ、早いって。何を謝っとる、そういうこと言うぞ、泣くぞ。カメラボードじゃないやつ行くぞ。泣かすぞ。まあまあ、ね、気分ないしなんだ、まあまあ、でも本当申し訳ないことだけど、はい、まあ俺はもう企画だでもっともっときついことも多分やってると思うんだもん。はい。いろいろ考えとるのもあると思うし、はい、俺も一人でね、ドッキリお前をはめるやつで、まあ、考えとることもあるし、はい、まあきついきつくない。まあそれにとって、まあ見たくない人もおると思う。はい、見たくない人はまあドッキリ見ずに現場の方だけ見やいいし、はい、セミナー、ね、よく俺もコメントで、まあ、嬉しい言葉はセミナーしか見ない、はい、やっぱそのドッキリとかあんま面白くないけど、うん、セミナーしか見ないんですって言われたらやっぱ嬉しいじゃん、はい、だってその、ね、ミッチーさんの出てる、ね、足場動画だけ見てますってじゃあ入れてくれいいと思うんだよね、はい、その悪い方向にかかんでも、うん、それをまあバカみたいなこと書くもんでこのね、まあ謝罪動画かとはついちゃってでもなんか最後いい風にまとめ始めたなんかいい感じだったよね、今いい感じ、今俺喋っとって、回っとるなーってなーって思ったもん今日はいいよーみたいな雑務ってからじゃないですか、無双モード入ったもんね、今無双モード入ったもんね、今無双モード入ったよね謝るべきなのか、謝らんべきなのかって何、え、その視聴者に謝る、視聴者に謝る理由なくないですか、まあ、じゃあ視聴者の皆さん、それに対してアンチコメント出て OK なんで全然言ってますよ、別に私傷つかないって言ってくださいリーちゃんとか俺らもいじめるってもう結構おもろいキャラだから動画に出てないのね、はい、まだ緊張してるけど、はい、家行ったらもうそうじゃん、もう半分来たらもう分かっとるじゃん、朝撮影だなって分かるじゃん、めちゃくちゃなんかミッチー叩かれてますけど私より絶対社長の方がドッキリの被害者ですから、ね、叩かれてるの本当に、なのになんか社長にドッキリしてるから、ね、なんかよくやったリリーとかめっちゃ言われるじゃないですか、でもよくやったミッチーなんて、まあ、ちょっと入ってたけどほとんどアンチやってないんですよ、私に聞いた時家行ったやつね、はい、だからもう分かってる、絶対ドッキリの被害額で言ったら絶対社長の方がひどいのに被害総額の被害総額せん、ま、チャーリーはまあお互いででわかるよね、もう今はもうしょっちゅうカメラ回、ああカメラ回っとんなっていうキャラと、はい、カメラ回ってないなっていうキャラってあるじゃん、はい、家来た時もそうでしょ、いきなりこいつが一人で来たら開けんでしょ、あカメラ回っとんなって分かったもんね、まあまあ、まあやばいじゃあそういうことね、はい、みたいな感じはあるでしょ、まあありますよ、はい、来たかみたいな感じはやっぱり普通に、部屋はもともと綺麗ですよ、うん、もう常日頃あんな感じなんで、うん、残り1日後ぐらいからゴキブリバチバチ殺しうわーゴキブリまで出てないですよ、本当にもう頑張ってゴキブリ出ないようにしますゴキブリくらいかけとるでしょ、バーってどういうレーザービームって言われていやー死ねーって言ってるでしょ死ねーって振り返せぶーって言ってるでしょバルさんタイトルそこに振り返せぶーやってるでしょ。変えるんかもね。一回セブン大丈夫か。レーザーが一緒だよ。いやもうそもそも私には何をやってんのか分かんなかったよ社長が。俺もあんまり何自分が何者なのか、自分がどこに向かってるのか。でも謝罪動画やから、まあじゃあいいこと考えて。マリコさん電話しようぜ。え？今から電話しようぜ。よく YouTube ね、なんか。あ、電話してみようぜ、よかね、すみません、突然電話してみようぜ、マリコさん、電話してみます、うん、どれぐらい仲いいか、視聴者に 見てもらって、まあ、だから俺が許されるっていう、ね、掴んだことを許されるかどうかは、別に掴んないからね、うん、はい、まあ、これ、さらっとしようか、あれもカットしようだろう、はい、もう、さららんが、こんな感じのことだろうなって、本当に、俺、ちゃうよったよな。俺はもうあれもね、でもこうなの絶対企画だなって分かった。あれだけのシーンじゃない、シーン飛んどったら、ほんで一回吹いたシーンもあるだろう、はい、あれも全部使ってないだろう、ないものとして。お前が全部いかんねえんだよ、お前、俺にお前なんだ、俺が毎日怒ってるからって、お前、そう言うか、おい。すいませんでした。
あ、いいよ。これもそうなんだよ。こうやって俺がバッて言ったら、こんなことで怒ってって、バカみたいな小学生みたいなやつがコメントで言うじゃん。これもう企画に決まっとるやん。だろ、そんな俺めっちゃ前のめりだけど。ちょっとこれ放送事故だね。放送事故だね。ここ乗っかっちまってる。俺お父さん乗っかっちまってるね。お父さんだけど乗っかっちまってるね。お父さんが赤んことになってるぞ、おいって。当たり前や。動画だもんね、このキャーっていうのは、はい、視聴者も分かって、まあもちろんそれが不快になったのもあると思うから、まあ謝る謝らんじゃなくて、まあね、一つ。節目としてこうやって動画にしたいと思うんだけど、はい、まあいいね、もうとにかくまあそうだな。じゃあ、ママリクさん電話して、はい、なんか謝罪させる、裸の写真送れって言えば。マジっすか？それはやばい。マジっすか？それはやばい。一見電話しようよ、なんか面白い電話します。企画はね、企画として、まあそう、怒る怒らなくて、まあ、はい、本当にもう、本当にもう発電話なの。僕多分初電話っすね、うん。しろってよ、マジで。今こいつは何に出るのね。あれ、こいつの写真ね。こいつの写真ね。あったそうそう。電話しますよ。てか僕分かるっすかね、普通に。いや、分かる。グループに入ってるの。でもその分かんないっすよ、その人が不審者からって。リリちゃんだっけ。そうっすね。先生、私やと出ますかね。こんばんは。こんばんは。もしもし、こんばんは。お久しぶりです。さっき変なやつが電話かけてもらったっす。今変なやつが電話かけてもらったっすか。ちょっとやばい、変な坊主のやつが電話かけたでしょ。社長のことですか、変なやつ。いや変な LINE かけてもらったっす。あの、坊主だったもん。います。今、3秒ぐらい前。3秒ぐらい前ないですよ。見てないです、まだ。あれ今、あの LINE かけてましたよ。LINE かけました。電話。ちなみにこれ、今動画回ってます。動画回ってます。どうも待ってます。どうも待ってます。いやまあ動画見てますよね。今日昨日ぐらい10万再生行きましたよね。あ、行きました行きました、見ました。行きましたね、よかったですね。でもはい、本当ありがたいです ね、 ね、でもなんかめっちゃ炎上してないですか。あの、ちょっと見たんですけど途中から見るのやめました。なんならあれじゃないですか、インスタにも大丈夫ですかとか、本当に社長ひどいですねとか、なんか入ってないですか。全く逆で、なんかインスタ、いやだってもらうやつしか来てないです。いやじゃあマリコさんはめっちゃいい人だけど、はい、俺めっちゃ叩かれとるやん。じゃあなんならあの泣いたの本当だけど、あれ後で企画であのなんとかあのマリコさんにねじ伏せてやったんだろうみたいな、あれで、あのアンチコメント僕正直言いますけど3分の1ぐらいしか上げてないんですよ。あ、そうなんですか。まだまだひどいやつめっちゃありますけど、もう俺もう見る見返りなんで、もう今日ちょっと謝罪動画といって、あの視聴者に絡んどんですけど、だからその、これ動画になると思いながら喋ってくださいよ。わかりました。え、あ、インスタではもう、あの楽しかったとかですか。はい、そうです。楽しかったとか、なんか応援してますとか、なんかいいメッセージしか。あ、マジですか。そうなんや。来てないですね。あと、フォロワー数も600人、700人くらい増えました。あ、本当ですか。そんなに。でもあれまだまだ止まってないんで、多分行きますよね。はい、すごいです。なんか、すごいフォロワーが毎日増えていくんです。はい、あ、マジですか。ありがとうございます。よかったですね。こちらこそありがとうございます。じゃあ、その喜びの印としてはあれなんですけど、はい、裸の写真送ってもらってもいいですか。何言ってるんですか。それ、まあ、アイコラでいいです。アイコラで。テレビ女優の下半身と顔だけ繋いだやつ送っていただいてもよろしいですか。嫌ですよ。だけど、まあ、どうですか。じゃあ、今回また YouTube も出たいなとかあります。全然いいですか。またきつい企画でもいいですか。あ、もう全然大丈夫です。いいですか。またじゃあちょっと面白い企画考えますんで、ぜひお願いします。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにこの電話で申し訳ないですけど、これ動画使っちゃっていいですか。あ、大丈夫です。どうぞ。ありがとうございます。出演料出ないですけどいいですか。あ、次回あっ、しっかりしようよ、マリコさんばっていただければ。ありがとうございます。じゃあまた連絡入れます。ありがとうございました。はい、切ります。ほら見ろ、視聴者、どんだけ俺がいい人か分かっただろう。マジでちゃんと仲いいですよ、ほんまに。いや、マジで。まあそんな感じ、終わりましょうか、はい、視聴者の皆さん。まあそうですね、まあ、あの子供みたいなコメントはやめてください。まあ子供みたいな僕なのは分かってますけど、お互いにもうね、触れ合わんから、もし本当に文句があるならインスタに入れて顔も分かるじゃん。はい、じゃあ終わりましょうか。はい、まあ今日は、まあ炎上動画に対しての、はい、
謝罪動画になりましたけど、はい、結論、編集が悪いってことでいいですか。どうもすいませんでした。どうもすいませんでした。また見てね。また見てね。チャンネル登録、ぜひでもよろしくです。お願いします。マリコさんから来たっすね。え、マジですか。変なラインってこれですね。危うくブロックするところでした。危うくブロックするところでした。